キスで唇より外側をあまり舐めないでほしい。あ、空いてる何かで殴っていいから、ね、かけてたりとかして私じゃない書きますか。2個目行きます。2個目行きますか。あ、ケーキ行きたい。最初はグーじゃんけんぽい。じゃんけんの時すごい盛り上がんない。ゲーム好き。今度ゲームやろ。お酒の飲めない人とはお付き合いしない、 お酒好きなのでっていう方もいて、わー、うん、それは結構な障害。あ、もともと嫌いではない、たしなむ程度。相手は飲んでても別にいいけど、なんか悪酔いはしてほしくない。イメージ的にめっちゃ飲みそうだけど。そう、顔が飲みそうだ。そうそうそう。でもそんな飲まないんだ。そんな、でも飲むときは全然飲んで、飲める。どういう酔い方だとちょっと嫌だったりとかあります？急に切れてくると。酔っちゃってね。苦手そうな。苦手。酔ったせいにするけど、いや、その時が本心っていうか、本当だって思う。そのお酒のせいにしちゃってるのも嫌い。いい年なのにね。いい年なのにね。なんか 変なポリシーというか、そんなことあるみたいなことがあります。はい。キスで唇より外側をあまり舐めないでほしい。私それすっごいわかる。わかる。なんかさ、しかもちょっと乾くと臭いじゃん。どっちですか？どっちって全然遭遇しない。え、遭遇しない？私…やるの？え、うち逃げてあの人よ。やっちゃうんだ。私、キスドア好きドア。ねえ、困ってる。困ってるね、本当。あのね、空いてる何かで殴っていいか、かけてたりとかしても。でも、サイハラさんにやれたら嬉しいかも。でも、これ結構さ、惹かれるよね。惹かれる。うん。惹かれる。やめろよ。わかってない。惹かれてんじゃん。惹く人いるなと思った。なんかそれやられた瞬間にもうこの人とはキスしたくないなと思っちゃう。わかる。そっか。それなら言う、伝える。その時はちょっと雰囲気壊れるから言わないけど、次の時に言う。えらい。嫌だって。結構はっきり相手に言うタイプで、結構言わない、そういうこと。長く付き合うと言う。付き合いたてぐらいの時にいろいろ不満が出てきたりとかもしして、まだ長くないけど、あ、ここ飲むのすごい苦手だなっていう時はちょっと一回我慢する。あ、身内を軽く言う。あ、ジャブじゃないと、なんか、いや、言ってほしいだろうなって思う。言ってほしいし、そのままフェードアウトよりは言った方がいいだろうなって思って。そうよね、好きだったら。過去にそういうことあった？付き合ってから気づいた。これは私に問題があって、今はもう許せるけど、こう私は飲んでることがあって、向こうも向こうで飲んでるコップがあって、で、私のこのコップを使って勝手に水とか飲まれて、全然知らないとこに置かれたりした時に、嫌だって思った。でもそれはわかる。え、どうして使ったの？その人のコップ。で、私はこう亡くなるまで自分で飲みたいんだけどって伝えると、なんか俺が飲むと汚いって思うんだみたいな。そうじゃないから、そうじゃないって分かる。潔癖だと思われたってことでしょ。なんかでもそうじゃない、テーブルマナーの話してんだけどみたいな話でしょ。食べてる時に鼻息荒い人無理、食べるの必死で息苦しいのかなって思っちゃう。何ですか？だからみたいな、飛んだけど、今きなこが飛んだけど。でもそういうことよ、きなこが飛ぶのよ。そう、口に入れてるときって呼吸どうしてる？止めてんだ。確かに考えたことない。食べてみる。ちょっと食べてみる。息だよな。息。いや、止めてるな、呼吸。私吸ってる。吸ってる。鼻で吸わないと味わえなくなるか。確かに。口に入れるのと同時に吸わなくなる。
うん、私同時同時同時うん何の研究会だろう面白い話しようかって話し始める人無理なんか近い人がなんか言うと言わない方が面白くない、ね、そう言っちゃうとハードルが上がるからそうだ、ね、もったいないなでもね確かにいるよね面白い話聞きたいみたいな感じで言う人面白いも結構言っちゃう一人だけ笑ってるの面白くないってこの人の笑い声がつられる笑い声なのだから話は面白くないのにその一人で笑ってる姿を見てみんな笑うみたいな見知らぬ人に目をつけて俺あいつに勝ったって言わない人いやそんな人会ったことないデート中になんか自分とランク付けをするわけですよ、ね、あ俺あいつには勝ったなうわーやばいやばい気持ち悪い何の点でっていう何の点でなんかネタっぽい感じで言ってんだったらいいけどガチで言ってたら結構ドン引く、うん、確かに何で比べてるのって思うしそこで幸せっていうか、うん、人を測ってんだっていうことに未熟さを感じそれに付随するというか、うん、そういう感じであの見知らぬカップル見てなんかあもったいないみたいなこと言う人が嫌だ分かるすごいかっこいい男の人を見て、うん、のカップルを見てなんかもったいないねみたいなあんな彼女でみたいなこと言ったりとかする人がすごい嫌だ分かるこういう感じだよねこういうのそうだね右側の顔の方がまだ自信があるから右から常に見られていたい私じゃない書きました書きました撮影の前にMJ さんあの自分の撮られたい側ありますかって私右のこっちの方がこっちの方がいいですってここに座ったんだけどまあでもそれはさこっちが聞いたからどっちかっていうとって言ってましたからそうそうだから付き合っててもさなんかちょっとこっちに来られたら何ずっとずっともうずっとくるくる回ってるでも分かるそういうカウンターお寿司屋さんとか行って、うん、先に着いたら、うん、右側を見えるように座るでも分かる分かる、うん、それはすごい分かるそうなんだ、うん、やるそういうことやる、うん、でもそれは可愛げがあるよねなんかいいなと思っちゃうでもそれでさ別にさ私右側が良かったとかは言わないでしょそういうのはちょっとね絶対に絶対に絶対に携帯は見ないっていうポリシーを持ちの方一緒にいる時にってことね相手の携帯をってことじゃないそういうこと相手の携帯をってことじゃないのから相手の携帯には何にもないですよ幸せは幸せはね見てもね、うん、いいじゃんねだからねとある私ね女の子が言ってたの夜の営みの頻度が高いと、うん、ご夫婦で、うん、だけどたまたまパソコンを見ちゃったと、うん、そしたらそういったのを見ている履歴があったと、うん、なるほどそうそうあんなに頻度があるのにとっていうなんでだろうって言っててでも男の人ってそれちょっとたしなみだったりするんだよね、うん、割と、うん、あそうなんだみたいなので納得してたと思いましたけど、まあ、男の人ってさとかって言ってるこの人は男の人なんですか女みたいな言い方だけどそうですよだから満たされてても見ますっていうふうな方が多いのかなと思いますよ見てさ何もなかったら今度何が残るかって自分の罪悪感が残るじゃん、うん、ね見たことある昔10代の時ありますけどその時何も見つけられなかったけど、うん、やっぱ罪悪感がすごくてやめた、うん、罪悪感だよね後ろめたさがすごい残るよねそうなのよねそれで何か見つけた時にどういう風に言うんだろうと思うのたまたま見ちゃったんだけどって言い方よくする人いませんたまたまってどうやって絶対たまたまじゃないと思う、うん、だって結構さ入り込むのに複雑じゃん、うん、今の子やったら古いよね、うん、さっきの逆全然違う解釈で、うん、デート中に携帯をすごい見るみたいな私結構苦手かも見ない見てる人嫌だってってことに今気づいた、うん、今この瞬間に思い出した私はなるべく一緒にいるときは触りたくない、うん、もうバッグとかに入れちゃったりとかして見ないとか
友達とかでさ、うん、ずっと撮ってる人いるじゃん、撮ってる映え写真みたいな、うん、そういうのとかはどうですか。すごいスムーズにさって撮ってくれるんだったら全然、うん、角度調整してでもすごいそうみたいな、あったかいお料理が来てるのに時間かけて撮られてると、あー料理がもったいない、もったいないですよね。仕事ごとがあったときどうする、一緒に相手といるときに LINE 返事とかは全然もう次の日、うん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 、ただ本当に台本覚えたかったら、うん、もうセリフ覚えたいときは合わない、うん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 、でもオンとかオフとかどうやって、ちゃんと切り分けられる方ですか。結構切り分けられる方だと思います。うらやましい、そういう風になりたいなと思って、全然できないから、プライベートも仕事も全部一緒みたいな感じになっちゃってるから、ずっとオンの状態で寝てる時があるよ。オフとオンがごちゃごちゃのなんか、まあ、忙しい時期というか。でも最初の頃は全然なんか女優業全くこなれてなくて、うん、それこそ初めて犀原茜やった時とか、うん、ちょっと犀原茜のことを考えないとダメだ、うん、じゃないと牛島に勝てないみたいな感じになってて、うん、オフの時もオフにしたいけど、でも友達だった時とかに、うん、顔色悪いよ大丈夫、目つき悪いよって、うんうんうん、だから役にね、役になってて切り替えれてなかったとかあります。うわあ、これは貴重なお話ですよ皆さん。今はちゃんと切り分けられる、切り分けてる。今はなるべくそう、結構それでなんか役によって、うん、両親に結構広く当たったこともあったりして、うん、すごい後悔したことがあって、うん、切り替えようっていうふうに。うん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 、今回はいろいろごちそうになったので、うん、プレゼントがあるので、もらってちょんまげ、ちょんまげ。ダメ、そういうとこ拾ったからね。そうだよ本当に。言っちゃうかなって。まずは一つ目、デレンデレン。私たちのメジャーデビューファーストミニアルバムメタピューシカをサインでプレゼント。やばい、かっこいい。ぜひもらってください。うわ、かっこいい。ありがとうございます。ただのお笑い軍団じゃないんですよ。アーティスト。嬉しい、名前高橋ガリジュースもあって嬉しい。よかったら聞いてみてください。行きます、かっこいい。そしてもう一つ目、先日ですね、私たちポップアップストアをやりましてですね、うん、そこで発売されました、はい、T シャツ。起きるところないと思うんですけど、開けていいよ。あの海外のロックフェスっぽい感じ、ヴィンテージ T シャツみたいな感じで作って、かっこいい。きらびやか。え、すごい似合ってる。ちょっとなんかイルミネーションとかにあるよ。ね、ありそう。そうそう。これからフェス行きそうな感じ。そう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 。そうそう、ぜひ寝巻きにでも作って。かっこいい。いや本当それしか使えない。いやいや嬉しい。この写真と実物見比べないよ。違う違う違う、見かけですね。見比べてネタチってのがあるから。そうそうそう、文明なのよ。そうよ。そして最後にはだって今さ、素敵素敵。よくないね。よくないよ。そして最後には運試し、え私たちの、缶バッジなんですけれども、これあのシークレットになってますので、誰か好きなのを一つ選んでください。はい、早い。あ、誰が出るでしょうか。誰も出なかったら受けんだよ。いや、ロゴとかもあるから、ね、ロゴとかもあるんです、いろんなのが。食べたら、食べたら、大外れですね。見比べられないようにしとこう。同じポージングして変わんない。ということでよかったら、それやったぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。だいたい使いどころないと思うんですけど。いやいやいや、めっちゃお家でね。はい、ということで本日は大女優高橋メアリー純ちゃんに来ていただきました。今日どうでした。めっちゃ楽しかったです。うれっぴー、うれっぴー。女子会もっとしたかったぐらい楽しかった。え、ほんと言っちゃった。言っちゃった。言っちゃった。だからさ、あれメアリーちゃんもさ YouTube チャンネル持ってんじゃん。え、うちら出せよ。出て、出てください。だって一緒にクジラ見に行きたいし、キャンプやりたいね。うん、いいの？出ろよ。あ気持ちいい。
ということで、メアリーちゃんのチャンネルも概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。いやー、嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日はありがとうございました。せーの、おやすみなさーい。